この動画最高、お気に入りなんだよね。ティナって面白い。うわ、気をつけて。なんてことするの。ああ、ほんと笑える。さておき、見せたいものがあるんだけど。私の鶏、結構可愛くない？それが可愛いの？え、そうだけど。私はポップイットの方が楽しいから好き。え、それも時代遅れじゃない？今は鶏だって。ポップイットはずっと最高。そいつ髪型変だし。なんてひどいことを。何度でもやるけど。私の鶏の髪は綺麗なんだから。どこがって、あれ、うわ、そうなるんだ。じゃあこっちだって。超グラマラス。その色似合ってないって。喧嘩はストップ。あ、ごめん。はい、落ち着いて。お次のチャレンジだよ。気持ち悪い虫。うわ、頑張ろうか。うわ、どこから現れたの。いろんなものがある。これがあれば面白いものが作れるぞ。これ分け合うの？最初に見つけたんだから。私の。触るな。先に始めちゃお。もう構想は練ってる。まず蝶々を作る。うわ、我ながらいい出来。これを切り抜くよ。切れっぱしはいらないね。片付けよう。わあ、すごいね。このスプーンを使う。取っ手はあるよ。そしたら羽にグルーをつける。そこにスプーンをつけるんだ。これを全体にやる。大量に用意しておいてよかった。そうしたら頭にもグルー、体にも。これで十分かな。筆で伸ばすよ。触覚も忘れずに。体も一緒。そしたらラメを用意する。これをグルーの上に振りかける。わあ、いい色だね。さらにスプーンにもグルーを塗る。大量にね。うっすらとでいい。塗り残しがないように。そしたら上からさらにラメ。色を変えていくよ。手早くやろうね。グルーが乾く前に。外側は紫。よし、余分をふるい落としたら。とってもカラフル。確かに綺麗だね。羨ましいでしょ。そっちも頑張って。たく、嫌になっちゃう。それぐらい余裕だし。円を描くでしょ。そしたら切り抜く。ハロー、メグ。ビーだ。子供っぽ。でも面白かった。円を描いて穴を開けよう。8つの穴をこんな風に開けるよ。そしたら結束バンドを通す。隙間を残して止めよう。これくらい。そしたら上からグルーを塗って筆で伸ばす。端っこまで丁寧に。上からラメをかけるよ。濃い紫色にしよう。作りたいものにはちょうどいい。さらに目を追加。余分なラメは取り除こう。終わった。かわいい雲になった。しかも巣まであり。ほーら、動くぞ。こんなかわいいの見たことないでしょ。どこ行くのかな。うわー、たく、鬱陶しいな。冗談なんだけど。って、雲だ。うわー、あっち行って。あー、怖かった。あ、知り合いだ。本当？クマと仲良しなの？では判定を。作品を見せて。引き分けだ。よくできました。どっちもすごいね。感動的だ。やった、また勝った。どっちも勝ちね。次のお題は何だろう。いや、なんでもない。おや、綺麗な蝶々だ。うわー、幻想的だな。クマの巣でもあればいいのに。何か始まったぞ。蝶々を捕まえた。平気かな。死んだでしょ。蝶々をかけてさ、ワクワクするな。やめて。じゃあ行くぞ。その紙私のだけど。え、あ、ごめん。ほら、早くよこして。え、交換はなし？そう言われたなら。怒らせると怖いからな。なら考えが浮かんだ。蝶々の型紙だ。まあ、チョークを使うからいい。カッターで削りカスを作って色を混ぜていく。紙全体に振りかける。ざっくり輪郭を作っていく。私にしてはカラフルすぎるけど、すぐに終わる。これが最後の一色。そしたら指を直接使ってチョークをなじませていく。それで蝶々を描いていくよ。最後に型紙を乗せる。
こんな感じだね。私が黒を使わないって本当に思った？黒いチョークを振りかけていく。全体にまんべんなくね。そしたらこれもなじませる。すごくいい効果になる。型紙の周りをゆっくり丁寧に、もう片方の手で型紙を押さえる。台無しにするわけにはいかない。そしたら紙を外す。でもまだ終わらない。蝶々の中を描いていこう。心が落ち着く風景が。俺の番。紙に型紙を当てて、チョークで線を描いていく。セクションごとに分けるぞ。色を変えていこう。このままぐるっと、最高の出来になるはず。上をしっかり塗るぞ。色をはっきりさせるんだ。型紙はずっと押さえておく。ちょっと手が滑ると全部が台無しだからな。そしたら紙を外そう。そーら飛んでった。ここに置こうか。真ん中に飛んでいく線を描こう。蝶々の動きを表現。蝶々みたいにとってもカラフルだな。こっちが私の気に入るはずでしょ。あれクレア、引き分けだってさ、2人とも勝ちだ。超嬉しいな。うわすごいや。邪魔くさい、ダンスで追い払ってやる。へえ、結構上手じゃんクレア。穴の穴にもう一本入れれるよ。やべ、今日のレッスンでは可愛い鳥を描きます。うわ本気か。それならやりたい。楽しくなりそうね。まずはアウトラインから。ここまでは順調。今度は目と翼。そろそろ色をつけよう。もっと明るくしたいな。わー楽しい。一日中やってられるよ。この紫は羽にぴったりだね。足は黄色にしよう。出来上がりが楽しみ。線をはみ出せないように。くちばしにも黄色を使うよ。塗り残しがないように。ボディにはピンクを使うよ。誰かを思い出すね。このクラス最高だよ。はいおしまい。これは難しい。待ってよ、わかった。定規を使おう。まずは直線から。うまくいくといいんだけど、変わった後にする。ここでいくつか点を打っておこう。その後色を加える。鳥をセクションに分けたら、それぞれのパートを別々に埋めるよ。また鳥の周りにタブをつけた。後で役に立つからね。いい予感がする。みんなびっくりするぞ。体はほぼ完成したね。それからくちばしに色をつける。丁寧にね。台無しにしたくないんだ。ここまで頑張ったんだから。はっ、青い髪、クールじゃん。羽も同じ色にしよう。もうちょっとだよ。さあ切っていこう。点線は折り曲げる場所だ。わかりやすいでしょ。線の通りにやるだけ。そして折り目をつける。タブはくっつけるのに役立つ。糊で固定するよ。少し手間がかかるけど、それだけの価値はあるんだ。これが最後。さあ見てよ。どう思う？気に入ってもらえるかな。素晴らしい、上出来です。これはどうだ？わあ、すごいわレオ。とってもクリエイティブよ。ん？追いかけられてる？ずっと見られてる気が。気味が悪いわ。瞬きもしない。怖い。疲れてるのかしら。あ、増えてる？うじゃうじゃと。逃げ場はない。囲まれてる？何が起こってるの？気分が悪くなってきた。鳥で頭がいっぱい。それで、気に入った？そうね。やっぱり。このロリポップあげるわ。おいしそう、ありがとう。ん？楽しかったよ。わあ、ロリポップが欲しかった。大丈夫だよレキシー、これあげるから。やん、優しいのね。大親友よレオ。おいしい。静かに静かに。本当に大丈夫かな。今さら準備はいい？うわお、チョコレート？ついてきてね、行くよ。うわー、しー、大丈夫？でもついてきてって言ってたし。それあ、これつけといてよかった。見つけた、チョコレート。違う？信じられない、ただの絵じゃん。あ、本物になった。
何が起こったの？ここはどこ？見て、絵のドーム。絵を描くみたいだね。最初のチャレンジは何だろう？犬だ、かわいい。連れて帰りたい。よし。アーティストってよくこうやってるよね。犬には小さすぎるかな。あ、そうだ。なるほど、手を使えばいいのか。はあ、簡単簡単。手をこうやってなぞれば OK。 何やってるの。まあ、いっか。私はこの形で手をなぞるの。あとは犬を描くだけ。毛と可愛い目に鼻、色も忘れないようにね。いい感じ。線からはみ出さないように、あと少し。できた、かわいい。上出来。名前はラッキー。上手だね。私のもまあまあだけど、努力が大事。誰の勝ち。やった。見て、何か出てきた。ビスケットだ。骨の形をしてる。犬だからかな。早く食べてみたい。ちょっと待って、ビスケット骨。あ、ストップ。うん、おいしい。レシピあるかな。あ、食べちゃったか。どうしたの。それ犬用だよ。うっそ、もうちょっと早く言ってよ。やっちゃったね。ほら、おいで。おやつあるよ。おー、すごくいい子。かわいい。お腹すいたでしょ。おいしい。どんどん食べてね。よし、ここがいいな。本当に木や自然がいっぱい。負けない。負けも。どうしようかな。うん、ちょっと見ないでよ。別にいいもん、こっちで描く。何がいいかな。あれだ、かわいい。デビット、見ないでよね。私が先。へへん、勝つのはどっちかな。僕は丸を使って描く。つなげるように線を描いてね。いい感じでしょ。色を加えてもっと目立たせよう。楽しい色といえば黄色。この鳥にぴったり。次は緑、平和な色。目は青で決まり。線の周りは丁寧にしっかり塗ってね。あと少し。最後の仕上げ、完成。まさに芸術作品。そう思わない？うん、満足。で、それは？手は本当に便利なの。ここに点と線を加える。鳥の顔見えてきた？大丈夫、すぐわかるよ。木の枝も加えて。かわいい足もね。あとは葉っぱ。自然って素敵。ほら、鳥が描けた。私って天才。そんなに見たいなら、ほら。おお。どっちもいい感じじゃない。先生に聞いてみる。うそ、先生大丈夫かな。ぐっすりだね。起きて。おお、終わったのかい。おお、ナイスジョブ。あと5分だけ。はあ、しょうがない。今度は私が回すわね。
待って、何、しょうがない、ちゃんと回してよ。犬、これはかける。勝てるとでも思って、朝飯前よ。犬、何から始めればいいんだっけ。動物が好きでよかった。まずは円を描いて、次は、次は何してるんだろう。あれ犬なの。そうだ、小さな円を描く。これで十分。半分の絵も描いたら、鼻と目を加えるの。ディテールにも注意して。尻尾もね。できた、小さくて可愛い犬。すごいと思わない。どうやって描いたの。確かに賢い。先生のは、いろんな芸術があるのよ。目を細めれば犬に見える。うわ、誰の勝ちかな。わあ、見て、やった、犬もらえる。ふわふわの犬がいいな。なに、これだけ。かわいいけど、本物がよかった。私がもらう。どうぞ。誰が回す。そうね。私の勝ち。回すね。ん、チョキの勝ちじゃない。あ、うさぎ、楽しそう。チョキの方が強いはずだけど、ん、これうさぎの耳に見える。そうだ、書き始めよう。チョキ使える。これが体で、次は足。ウサギといえば人参。目と口もね。このピンクは耳にぴったり。口も人参に色をつけて緑色に塗ったら、ウサギの完成。いい感じ。わあ、すごい。私も早くしなきゃ。でもプレッシャーは苦手。人参があるだけマシ。今度は私の勝ち。ふんふんふん。止まって、これは何。人参。負けてよかった。これで目良くなるんじゃない。とお絵かき対決は、お題は小道具だよ。小道具。わかったわ、いいものを知ってるのよ。そう、これよ。かわいいでしょ。でもちょっと調整しなきゃ。これでいいわ。さあ始めましょうか。スタート。了解です。え、本当に、すごい。そうなの、彼ってすごいのよ。あなた、好きに描いちゃって。アーティストにはインスピレーションが必要でしょ。これどうぞ。かわいい子猫ちゃん描ける。もちろんです。いつだって完璧な円が描けるのよ。なんだかわかる。見てるうちにすぐできるわ。綺麗な線でしょ。なんだあれは。あれはダメだよ。ロボットが絵を描けるのかって描けるみたいだ。もうしし、できたみたいね。言うまでもなく完璧よ。見て、こっちにも手があるわ。正しい形のものさえあればね。どうかな。ちょっと組み立てるだけでいいのよ。プラスチックの板とスマホに出した絵。
そしたらほら、トレースできるよ。賢いでしょ。頭を使えば何でもできるわ。もうちょっとよ。可愛く描けてるわよね。どう？ダッサい。どっちの勝ちですか？もちろんナオミだよ。なんでって、クリエイティブさが大事なのよね。役立たず、あんたなんて捨ててやるからね。違う、君がゴミ。え、これ私に？こんなの面白くないわよ。テクノロジーに裏切られたわ。花の水やりはすごく大切。新しい髪型にしたいんだけどどう思う？なんで私に聞くの？黒でいいじゃん。金髪に染めてみたら？それはない。ね、何かやることない？うん、そうね、ああそうだ、魔法はどう？テントウムシ可愛いわよ。それわお、見て、すごい、ディズニープリンセスになった気分。わお、ありがとう。ミンディはどうかしら？そうね、これなら気に入るはず。待って、近づかないで。ちょっと近い。ここにいていいよ。え、何が起こってるの？こんなの初めて。あらら、カラフル？ダメ、絶対に嫌。あっちに行って。わあ、蝶々大好き、テンション上がる。ふう、危なかった。でもまだ何もない。そうだ、テントウムシを使おう。怖がらないで、ここに置くよ。そうそう、ポーズ、いいね。まずは三角を描く。線を追加したら丸で囲むよ。頭とアンテナを追加して、テントウムシといえばドット。黒く塗りつぶしたら完璧。ここから赤を使うの。ドットの周りを塗る。丁寧にね。赤がすごく明るい。中は黄色く塗って、これで完成。テントウムシいい感じ。どう思う？上手でしょ？わーお、本当にそっくり。ミンディ素晴らしいわね。見直したわ。今日からお友達。あの、アシュリー、おーい。え、何？ああ、ちょっと待って。ハートを描いたら、そこから線を外側に引くの。これは羽。赤く塗ったら完成。できた。可愛いでしょ？アシュリー、ナイス。二人とも本当に素晴らしい生徒だわ。そのテントウムシも可愛い。自己表現はアートに限る。みんなの周りはインスピレーションにあふれてますね。絵文字だってそう。というわけで、絵文字を組み合わせてアートを作ってみよう。最初は輪郭から、次に円を完成させる。色も塗ろうね。黄色がうってつけ。ハートは真っ赤に塗る。失恋は悲しいもの。だからこの子は泣いてるんだ。涙を青く塗ろう。だんだん悲しくなってきたな。目と口は黒のインクで塗ろう。そしたら細かいところを作るよ。修正ペンが艶を出す。いい感じだね。そうして幸せに暮らしました。やめてよ、物語聞いてるんだ。あんたマジでオタクだね。ルーナ、オタクをいじめるな。持ってきてちょうだい。わあ、これ俺にかい。私のはどこよ。うわあ、画材がこんなにいっぱい。嘘でしょ。こりゃすごいや。ちょっと寄らないでよ。モデルがいるね。この可愛い猫ちゃんがいいでしょ。にゃんぺきってやつ。はあ、あー、超可愛い。よし、じゃあ描くぞ。どっち使おう。描く道具がないんですけど。クレヨンちょうど良さそう。はい、ダメです。それ戻して。い
一体何だっていうの？マーカーを使おうかな。選びきれないや。ああ、もうイライラする。待って、思いついた。そーっとそーっと、あとちょっと。おや、自然に。今がチャンス。よし、簡単に盗めた。ってこれ使えないじゃん。まあペンがあるからいっか。始めよう。まずはまっすぐ線を引いて大きく数字の3を書く。こんな風に。お次は猫の耳ね。それからヒゲを付け加える。長くて曲がる尻尾。色も塗ろうか。これいい感じだね。そしたら目と鼻も描き出そう。体は縞模様。色を濃くしようね。ほっぺたは赤くして。結構可愛いでしょ。簡単だったね。え、こっちは終わったけど。うわ、悩みすぎて時間がない。急がなくっちゃ。じゃーん、これ絶対勝ったじゃん。では審査します。勝者はルナ。やっぱりね。やった。で、商品は何？あれ、なんかおかしいな。うわ、尻尾だ。触んないでくれる？気難しいな、もう。だから俺は犬派なんだ。私が開けるって。いや、そうはさせない。見て。何？何も見えないけど。はっ、騙された。古い手に引っかかるなんて。あれ、容器は？ぼさっとしてるから。お、絵の具だ。楽しそう。って何なの？消えちゃったんだけど。変だな。クリス、あんたが取ったの？取りました。許さないんだから。やめなさい。また怒り出したよ、ユニコーン。お次のお題です。いやはや重かった。スイカを描いて。道具が足りないな。絵の具よこして。合言葉を言わないと。お願いって。んじゃ、芸術描いちゃいますか。指を使ってんの？絵は筆じゃなくて魂で描くんだよ。あっそ、はいはい。これじゃうまくいく気がしない。クリスの絵はどんな感じだろう。うん、あれで絵のつもり？案外勝てそうな気がしてきた。ちょっと失礼。なんてことする。おい、いいじゃん、ちょっとだけだって。点の上に筆を走らせると半円ができる。2色だとまるでスイカみたい。残りもこう。だんだん食べたくなってくるな。出来上がり。し、やる気がそがれるよ。ほら、時間切れだよ。どうですか？それはヨットです。スイカはルナの勝ちです。やった、連勝だ。わあ、美味しそうだ。スイカ、確かに美味しそうだね。一口いる？うん、欲しい。嬉しいな。あれ、一口ってこれ？まあ味わうよ。僕らはまるでロミオとジュリエット。ただ俺がジュリエットで君がロミオだけど。だからジロジロ見んなって。ケツ4つに割るよ。あ、いや、なんでもないっす。ほら、開けなよ。いや、ルナが開けてよ。わかった。マーカーはもらう。絵の具はそっち。俺に物くれた。はあ？お次のチャレンジ、ロマンスといえばバラです。うわ、これは前兆だ。君にだよ、ハニー。この花大好き。最高の人生だ。君のそばは離れない。永遠に一緒だよ。なんだ今の音。またジロジロ見て。あんた変じゃない？僕に気があるんだな。あ、チュン。くしゃみも素敵だ。風邪ひいたかもしんない。でかいのが出た。今回はどうなりますかね。おや、大丈夫です。くしゃみするならするって言って。俺の絵がなんてことする。そうだ、これ使えるかも。いい考えだぞ。紙の上に筆をペタッとつける。方向を変えればまるで花びらになれ。綺麗だな。もうちょっと足そう。
これは癒されるな。よし、そしたら次は茎を描くぞ。ここは簡単だ。細かく描くだけ。太く描くと葉っぱになる。いい感じだ。額もきちんと描いて。最後の仕上げ。できた。どんなもんだい？こっちはくしゃみで散々。もっとうまく描けるのに。いわゆるミニマリズムってやつでしょ？よく描けてるでしょ？では勝者はクリス。やった、やっぱり。よし、じゃあやるぞ。勇気出して、ルナ。うわ、全部吹き飛んじゃった。やっぱアレルギーだこれ。離して。そっちが離して。力強いね。ジム通ってる？だったらなんだ。あ、ちょっとそれはズル。残念でした。じゃあ中身は？おお、いいね。もーらい。俺はチョーク2本だけ。がっかりなんだけど。それももらう。自分を恨みな。チョークが散々だ。お次はブドウを一房です。簡単なんで頑張って。わかりやすいね。あ、でも問題があって、これじゃ無理かも。泣き言はやめて。ブドウってジューシーで美味しいよね。一生食べてられる。うーん、美味しい。そう思うでしょ。あ、食べたくなる。これ美味しい。なんとかして書く方法を。そうだ、思いついたぞ。カッターでチョークを粉々にする。三角形っぽく紙に飛ばして、指を使ってこするんだ。楕円形にね。上までこうやって楕円を重ねていく。そうすりゃブドウの出来上がり。出来上がったら粉を吹き飛ばして完成。輪郭をペンでなぞるぞ。はっきりとした輪郭になる。これが歪まないように気をつけて。台無しは困るからね。下まで描いたら全体がはっきりする。でもまだ終わりじゃない。光加減を修正ペンで出そう。この方がそれっぽいでしょ。お次は茎。茶色のペンを使おう。わあ、いい感じになった。寝るな。見せようよ。1、2、3、どうだい。うわ、クリスの絵すごくいいじゃん。おお、さすがの出来。でも勝者はクリス。やった、やったぞ。俺の勝ち。まずは母に感謝を。それから、うわあ、ブドウが増えた。堪能しよう。すごいでしょ、ルナ。それ、私が欲しかったのにな。なんか、申し訳ない気分。こうなったらいいや。ルナ、これあげるよ。どうせドッキリでしょ。ねえ、みんな、新しい遊びがあるよ。いいな、みんなでやろうぜ。背中に絵を描けばいいんだよな。ああ、わかったぞ。俺も同じのを描くんだ。今のハートだってすぐ分かった。ははは、うんこ描くの大好き。それじゃあ結果発表。なんでうんこよ。ふう、ハロー皆さん。なんだあの変な女子。変な女子？ちょ、ま、みんな消された。用があるのはあんたら二人。間を分けさせてね。稲妻？どういう力だ？うん、準備完了。このブランコ超楽しい。しかもふかふかだろ。ってなんだ。ハロー、先ほどぶり。はい、会いたくないけど。リラックスついでにアートもやってく。アートって何のことだ。何をかけて。お題はこちら、テントウムシちゃん。あ、かわいいじゃない。ねえアレックス、はい、競争だよ。ゴー。競争なら俺が勝つ。うわ、何すんのアレックス。はあ、ザマーミのギャビー絶対カーツ。はははって、ギャビーどこへ消えた。うわー、捕まえたぞアレックス。ああ、凶暴なサルだ、やめろ。はは、逃げてやったぞ。あ、うわ、こんなところに熊手が。はは、足元注意だよ。だ
ストップ、アレックス、また足は。あ、靴ひもか、ありがとう。よし、今がチャンスだ。アートルーム一番乗り、すぐに始めよう。よし、結んだぞ。人のこと足止めしたな。ってなんだ、もう書き始めてる。絶対勝つって言ったでしょ。そんなら俺も始めよう。ペンはある。まず大文字の A を書く。そしたらぐるっと丸で囲む。頭と目を描いたら触覚も足すぞ。次に体、縞模様、そして星、黒を塗ったら体の茶色、そして赤い羽だ。はい、十分経ったよ。結果を見せて。見せてやるさ。どんなもんだ。私はこれ。いやー、それでは微妙が過ぎるわね。アレックスの方はどうかな。わあ、よく描けてる。グッジョブ。というわけでアレックスの勝ち。やった、俺の勝ち。ざまあ見ろ、ギャビー。ああ、そうか、悪かった。いやあ、こんなとこにいたのか。って、ここ臭いね。なんで入ってるんだ、トイレだぞ。次のチャレンジがあんの。ああ、そういうこと。次のお題はヘビね。わかった、やってみるよ。質問は？いや、何もない。本当？ないってな。あ、そう。なんだよ、まったく、一人にもしてもらえない。ったく。待てよ、トイレットペーパーとマーカー、ヘビだな。わあ、ああ、ここにいた、探してたよ。あ、うん、仕事してんだけどさ。さておき、ヘビ描いてちょうだい。ああ、それなら簡単だよ。そんじゃタイマースタート、ヘビを描いてちょうだい。ああ、すぐ始めないと。ただのヘビだ、すぐ描けるはず。うわ、長いの描いたね。そうさ、うねうねするだろ。いや、これはないわ。トイレットペーパーってダメ。そっちの絵はどうよ。ナイスタイミング、終わったよ、ほら。ひょっ、なんと、まあ一瞬本物に見えた。そっちの勝ちね。やった、ポイントゲット、同点だ。トイレから出られるなら何でもいいよ。聞こえるか、俺出たぞ。じゃあもう行くね。おい、ギャビー、このヘビのどこがダメなんだよ。え、私は全然好きだけどな。でもそっちの勝ちだな。どうやった？やり方教えられるよ。まずは上に楕円を描く。そしたら下にニョロニョロ。2本目、ここで止める。逆側も描く。そしたら真ん中の線を消してペンでなぞろう。ここまではまだ簡単だからね。よし、次にカーブの内側に線を入れる。そこに横縞、これがお腹だね。あとは目と鼻を描く。鉛筆で影をつけよう。端っこは暗く、真ん中は白く。なるほど、すごいな。さすが、ハイファイブ。この映画笑える。お二人さん探してたよ。おい、映画デート中だっての。なんか不機嫌だね。まあいいや、お次のお題はバラで。もうこれうんざりだよ。いや、そうだ、思いついたぞ。どこ行くの？まあ先に始めちゃえ。まずはハート型、その中に山を描く。その下に曲線、花びらの部分ね。最後の曲線、次はもちろん緑の葉っぱ。いい感じだね。茎も欲しいかな。わあ、とっても素敵なお花、最高。なあ、花が必要なんだ、助けてくれ。ではレイの場所で。ではこちらへどうぞ。わかった、ついてくよ。アート対決になって花が必要なんだけどさ、バラが必要だ。バラ？あっち行けばあったはずです。こちらは素敵なリンゴ、芳醇な香り。だからリンゴじゃないって。バラか、少なくとも花だ。
では、新しい企画へどうぞ。ツアーはいいんだけどさ、花は？これは完璧なバラだ。その通り。よし、もらった。ではお代金を。ああ、そうだった。じゃあ目を閉じて。 OK、 閉じたな。今がチャンス。それ、ギャビー。わあ、そのバラいいね。え、本当？やっぱそう思う？まるで本物だ。いい色してる。でも、あ、戻ってきたぞ。おっと、逆だ、こっち。で、かけたかな？私はこれ、どうかな？確かに素晴らしいね。じゃあ勝ちで。え、本当？やったー！アレックスは？俺はエランクよりももっといいものがある。おやま、私に持ってきてくれた？その通り。ああ、君にだよ。わあ、いいね。もらっとこ。とってもいい匂い。君のためさ。じゃあそっちも勝ちで。おう、やった。あとで電話して。は？私隣にいいんだけど。おや、見学。じゃあさいなら。今のは何よ？いや、あいつを追い払うためだ。What？ ほら、君にもあるんだ。これを私に？はあ、命拾いしたね。バラの香りが消えたな。なんだ？してられたぞ。まあ、これは自業自得か。それであの子に落ち着けって言ったわけよ。お二人さん。はは、何そのリアクション。それはさておき、またしてもアート対決。キャッチ。キャッチとか無理だろ、ばらまかれたら。はい、書き始めて。でもお題がまだだけど。なんでもいいよ。ああ、芯が折れた。じゃあ次だ。これも折れた。なんだよこの鉛筆。ネイルしたばっかで拾えないんだけど。一体どうしろって言うんだよ。あれ、鉛筆の芯が出てる。これ使えるよ。いいアイディアがある。手を開いて爪に芯を刺していく。色を変えていこう。これが最後。じゃーん。それじゃあアートを始めよう。お、いい感じ。指が鉛筆になった。これ超いいじゃん。新発明でしょ。はい、こっちは描けたよ。ジャニス、あ、あれ、ワープしたのか。そんじゃあ描けたよ、見せてよ。芯が折れてそれどころじゃなかったよ。え、絵ですらないよ。丸が3つじゃん。ギャビーは？私はヨット。結構いいでしょ。そうだね、いいね。じゃあそっちの勝ち。やった、私の方が勝ちが多い。よし、あとはここに線を足して。完成。すごい、誰か絶対引っかかる。天気がいいな。散歩に来てよかった。え、どういうこと？ただの絵なのに。あ、うわぁ、嘘、瞬間移動しちゃった。あ、どうも。いらっしゃい。うん、先生、何やってるんだろう。あ、生徒がいるんだった。まずはユニコーン描いてみて。いい？早く。やだ、さっきまで先生の口に入ってた歯ブラシ。嘘嘘嘘、これってもしかして。気持ち悪い、あっち行って。私もいらない。あ、でもいいこと考えた。ユニコーンの絵にぴったりかも。まずはいろんな色の絵の具を使うの。ユニコーンといえば虹色。次に歯ブラシで模様を作って。なるほど、私は歯ブラシなんて必要ない。マーカーで十分。耳でしょ、角でしょ、それに目。どう？うまくいってる？うわ、変な絵だね。やっぱり私って下手なのかな。かわいそう。それより続き。あ、そうだ、魔法の杖の時間。じゃじゃん、ユニコーンが描けた。いい感じに仕上がってる。やった。その絵素敵だね。うん、大丈夫、手伝ってあげるよ。いいこと思いついちゃった。この紙をここにくっつけて。ほら、出来上がり。いいでしょ。先生、できました。うわ、二人とも上手。よくできました。
やったー、ご褒美もらえてよかった。やったー。ねえねえ、あれ見える？嘘でしょ。歯が長くて鋭い、しかも大きくなってきた。大丈夫よ、怖がらないの。よかった。さて次は何でしょう。なるほど、数字の5。よし、こうしよう。こうやって線を付け加えていくの。ギザギザの線に目と歯もね。恐竜といえば足と腕、歩くために必要。今度は色を塗ってこんな感じ。あとはここを塗って完成。やった、かわいい。自分で考えてよ。ちょっと、あ、いいじゃない、少しだけ見せて。あ、そうだ、鉛筆、これは絶対使える。ここを少しきつくして鉛筆を少し加工する。消しゴムが形になった。一つはハート、一つは星。紙をひっくり返したらスタート。まずはマーカーで丸い卵のような形を描くの。ここで消しゴムの登場。絵の具に入れてペタペタする。ストップ。二人とも見せて。私のはこれ、かわいいでしょ。私もできたよ、でもまだ卵の中なの。うん。恐竜じゃないわね、あなたの勝ち。嘘、私やった、ありがとう。このポテチ大好き。でも一緒に食べる方が美味しいよね。それにその卵かわいいと思うよ。ありがとう。あ、今度は何が始まるのかな。本当に変な先生だよね、タオルなんか持っちゃって。あの先生。はいはい、次はこのフラミンゴにしましょうか。フラミンゴね、楽しそう。私は手をなぞってみよう。 OK、 髪を回転させたら今度は頭。大きなくちばしも忘れないようにね。目も完成。それに羽と長い足、色も塗らなきゃ。フラミンゴといえばピンク。完成品が楽しみ。どんどん塗って、どんどん塗って、ここだけ塗ったら完成。絵を描くときは縮尺が大切なんてね。適当で大丈夫、意外と正解かもだし。こんな感じ。うん、フラミンゴっぽい。気持ちよかった。二人とも見せて。うわ、それは何？鶏？あらあら、残念、確かに下手くそ。フラミンゴのチャレンジはあなたの勝ちね。おめでとう。やった、一人で勝てた。そんな悲しまないで、ほら分けてあげるから。ありがとう、嬉しい。次はいい匂いがするバラ。よし、バラね。うわ、絵の具が乾いちゃった。どうしよう、絵の具が使えない。どの色から始めようかな。もちろんピンク。ダメ、私が使うの。お願い、絵の具乾いちゃったんだもん。ダメだって、自分でどうにかして。どんなバラにしようかな。綺麗なバラがいい。よし、いける。マーカーぐらい貸してくれたっていいじゃん、意地悪。もうイライラする。落ち着いて自分。クラクラしてきた。ん、何かついた。絵の具ね、絵の具、やめて、離れてよ。これはちゃんと紙を目指して。あれ、袋を紙につけるの。ああ、なるほど、紙にね。一つ、二つ。マジか、なんかいい感じ。他に何ができるかな。そうだ、どうしたんだろう。まあいいや、気にしない。これ借りるね。それよし、ブラシを使って仕上げ。美しい花には葉っぱが必要。タイムアップ。二人とも見せて。準備できました。ほら、綺麗でしょ。綺麗だけど、まあまあね。それに比べてこっちのバラは美しい。すごい。今回はあなたの勝ちね。やった、また勝った、嬉しい。お菓子ゲット、見て。よかったわね。おー、猫ちゃん、なんて可愛いの。
次のチャレンジは猫ちゃんを描いて。私猫得意なの、大好きだからね。楽しみ。何してるの、文字で猫って書いてるだけじゃん。これは間違いなく勝てるはず。私の実力を見せてあげる。まずは丸を描く。まん丸で、くにっとしたのがいいよね。次はどうしよう。文字を絵に変えていくよ。顔を描いてひげを加えるの。頭は完成。背中に尻尾をつけたら、かわいい。うわー、ナイス。猫を描けた。じゃじゃーん。あ、私のはこれ。ちょっと気を取られちゃった。あ、未完成ってことは勝者の決まりね。うわ、やった、また勝った。あは、クッキー大好き。最後のチャレンジは蝶々を描いてちょうだい。よし、任せて。これなら大丈夫のはず。そうだ、いい考えが。テープが使えるはず。テープの周りをなぞったら、いい感じ。ここにもう一つ。今のところ OK。 間違えないようにしないとね。よし。ん、何してるの。なるほど、頭いい。でもその間に私はこれ。先生が見せてくれた可愛い蝶々の絵、この上に紙を重ねればこうやってなぞれる。羽完成。あとは体と頭、それに触覚も。羽を美しく仕上げなきゃ。ピンクと黄色って相性が抜群。素敵。うわ、どうやったの。終了。見せて。私のは芋虫。あん、こっちはちゃんとした蝶々ね。ナイスジョブ。でも見て、私の芋虫蝶々になった。あら、それは素敵。二人とも勝ち。やった、やっぱり二人で勝つのが一番。見て、今度はガム。分けなくていいって最高。わーい。芸術って素晴らしいですよね。芸術は自分を表現できるもの。もちろん時には奇妙な作品も。周りが言おうが、私たちに芸術は必要なんです。皆さん、ブラシとペンを用意してくださいよ。今日は面白い色塗りのチャレンジ。なんだと思う？ワクワクするわ。なんか地味じゃない？だよね。何の音だ？サプライズ？でも何もなし。待ってるんだけど。わお、すごい。開けてみる？もーらい。ちょっと、私が先に目つけたのに。取るなよ、クリスの意地悪。シャボン玉だ。どうでもいい。でも綺麗。私もいい？やだ、お願い。楽しいな。見て、いいこと思いついたわ。よし、このキャンバスにローラーでペンキを塗るの。塗り忘れがないようにね。次にコーヒーのコップを白いペンキの中につけてキャンバスに押し付ける。好きなようにデザインしてね。今度は丸の中身を塗っていくのよ。いろんな色合いをつけるのがコツだよ。シャボン玉の光を表現するように塗ってね。いい感じ。最後に仕上げ。わあ、素敵。私ってば芸術家ね。クリス見て、シャボン玉。すごくない？ちょうだい。交換しよう。ほら早く。わお。あれ、シャボン玉は空っぽだ。ずるい。あ、全部使っちゃった。最悪。次のチャレンジは、やった、ユニコーンだ。嬉しい。落ち着いてよね。新しく友達作らなきゃ。クリス、何してるの。プリンセススパークルだよ。レインボー王国だ。変なの。いいから回すよ。
何になるかな。手なし。オッケー、いくよ。私は手を後ろで組む。ナイスアイデア。意外と簡単かも。いい感じ。完成。どうも。微妙。なんだよもう。ユニコーンの描き方見せてあげる。まずは大きさのチェック。僕も確認しなきゃ。これくらいかな。また変なことしてる。あ、そうだ、いいこと考えちゃった。方眼紙を使ってユニコーンを描くの。最初は変だけど大丈夫。いい感じね。線が引けたら今度は真ん中ね。細かい絵が描きたいときにおすすめの方法だよ。方眼紙を使うとサイズが決めやすくて簡単に絵が描けるの。次は色だよ。色塗りも簡単。角は虹色にしてね。かわいいでしょ。できた、ユニコーン。見て、すごくない？どうやって描いたんだ？僕のはこんな感じ。まあ、頑張ったわね。ああ、なんか楽しいことが起こりそうな予感。ハートだ、かわいい。誰が回すか決めよう。僕が勝つ。やった、勝った。いいものが出ますように。紙なしか。でもどうやって書くんだ。考えるしかないわね。見てて。私は真ん中に線を書いたらもう一本足すの。上と下にもこうやってね。次はハートの横の部分。鉛筆はペンの下書きにぴったりなんだ。形ができたら消しゴムで余分な線を消して、あとはペンでたどるだけ。 3D 効果も抜群だしね。次は色塗り。線の中を塗ってね。そしてできたら内側に影をつけるの。鉛筆でも簡単にできるよ。影がありそうな場所を見つけて影をつけるのよ。綺麗に塗ってみてね。いつもとちょっと違ったハート、素敵でしょ。完成。どう？わあ、まあかな。僕はどうしよう。そうだって。普通ね。何かできることはないかな。そうだ、小さなハート、これでどう？ハートだよ。違くない？ごめん。これは？諦めてよ。まだまだ。指を頑張るんだ。あ、そうだ、赤いペンを使おう。指を重ねたらハートを描く。あとはこうやって色を塗るだけ。うん、悪くないぜ。いい感じだな。てか超いい。でもまだだよ。にっこりマークを加えてみよう。こっち側にもね。ロマンチックね。うそ、かわいい。待って、いいこと思いついた。変にしないでね。任せて。見て、ハグしてる。感動して泣いちゃうかも。かわいいよ。どの鉛筆を使おうかな。青か緑か。まったく、かわいいんだから。チュッチュー。今夜夢に出てくるといいな。わお、カタツムリだってすごい。誰が回す？僕の勝ちだ。今度は負けちゃったか。いけ、手なし。またしょうがないな。いくよ。手を貸してあげよう。それ、
ねえねえ、違うよ。え、なんで？もういいよ、試してみるわ。目つぶって。変なの、もう。これ持っててよかった。どう？完璧。意外と難しいかも。すごい、本当にすごい。キスしたいな。あ、そうだ。嘘、20ドルも払ったのに最悪だ。でもいいこと考えた。これはいらない。ペンがあれば高級な花なんて必要なしだぜ。自分で作っちゃえ。この方がロマンチックだしな。よし、完成。気に入ってくれるかな。見て、できた。結構いい感じだね。カタツムリだけど、僕はこれだよ。私に？君はバラよりも素敵だけどね。恥ずかしい。でもロマンチック。